はい、どうもこんにちは、こんばんは、お疲れ様です。ポジメンの話題ニュース速報、9月17日早朝の部でございます。本日はですね、パワハラ疑惑でめちゃくちゃ叩かれている斉藤元彦知事ね、兵庫県の方なんですけどが、なんか最近ね、みんなのつぶやき SNS こと X にいて、斉藤知事頑張れっていうね、ハッシュタグがトレンド入りしたらしいんですけど、まあ、その背景について語っていこうと思います。はい、ということでね、まあ、早速なぜね、頑張れと言われてしまっているのかっていうことを今回、ね、調べて、私なりにまとめさせていただきましたんでね、これを皆さんに見てもらってね、あ、こんな一面も斉藤元彦知事にあったんだって思ってもらえると面白いかもしれません。はい、ただしね、これすべてX から抽出したことばかりですので、まあ、真実かどうかは分かりません。それだけは先に言っておきます。はい、ということで早速読んでいきましょう。はい、ということでね、今ね X にて、斉藤知事頑張れがね、トレンド入りする事態が起きており、兵庫県知事の、斉藤元彦氏に関する、賛否両論の意見が飛び交っていますと、この記事ではね、斉藤知事の、パワハラ疑惑や、その背景にある事件について、ね、批判派、ね、斉藤元彦知事が悪いことをしてるって言ってる派と、斉藤元彦知事は十分頑張っているぞという擁護派、それぞれの意見をまとめましたので、この度私が紹介させていただく次第でございます。はい、ということで、まずですね、まあ、これも X の意見なんですけども、斉藤元彦知事、批判派の意見、まあ、これがですね、まあ、世間の声の大多数、約 89% ほどを占める声、そして、日本のね、マスコミやメディアが、まあ、報道している内容に近いのではないかと思います。まずですね、斉藤元彦知事、パワハラの事実、斉藤知事が、職員に対してね、そう、部下に対して付箋を投げつけるなどのパワハラを行ったことは、事実であると、主張しています。パワハラという行為は正直、まあ、その県職員という立場だけではなく、まあね、どの会社でも日本全国で、まあ、許されるものではないという、まあ、意見がありました。そしてその他にも、自己中心的な涙として、知事が亡くなった、職員の方を、ね、こう尊むのではなく、自分の無力さにね、対して涙を流したとし、まあ、世間では斉藤知事のことを、サイコパスと非難する声があるそうです。まあ、斉藤知事がこれまでね、されてきたことっていうのは、まあ本当に日本中のね、マスコミがネタにしてるってことで、まあ皆さん知っておられると思うんでね、よくニュース見られる方は特に。なので今回はですね、その斉藤知事頑張れ派の意見をね、たくさん、X から抽出したんで、まあそれの方を、紹介させていただければなと思います。ということで、斉藤知事擁護派の意見。はい。まず一つ目がですね、これは斉藤知事がどうかっていうよりかは、メディアに対しての批判なんですけど、斉藤知事を非難する、メディアが、過去に、パワハラを行った明石市の市長、泉氏を、番組に出演させて、かつ斉藤元彦知事のことに対して、こう意見させてることに、矛盾を感じているという声がありました。そうで、過去に、今回の件なんですけど、斉藤元彦知事のパワハラのなんかその音声とか証拠というものは一切出てないみたいで、ただしこの斉藤元彦知事に関して語っている元明石市長の泉氏に関しては、パワハラ音声がちゃんとあるっていうことで、まあ、そういうところも加味しつつ、そのメディアはパワハラのことを悪いと言っているものの、過去にパワハラしたような主張を、まあ、盗用して、まあ、意見をさせていることに関して、まあ、その疑問を呈しているってことみたいなんですよね。まあ、確かに、まあ、それは一理あるなと思いつつも、まあ、なんでしょうね、まあ、明石市長なんで、まあ、兵庫県のこう内情とかよく知っておられるので、まあ、そういう点で起用するのはいいのかなと思ったりしました。そして、2つ目、デマ報道の疑惑と。
マスコミがですね、斉藤元彦知事のなんかあくどいことに関してデマを流したのではないかっていう意見がありまして、斉藤知事がですね、なんか着物に着替えるときに、なんかそういうのがあったらしくて、着物に着替えるときに、その着物を着付けしてくれるボランティアに、罵声を飛ばしたっていうね、のが報道されたみたいなんですけど、それをね、擁護派の方々は誤りであると主張されてました。この誤りっていう理由なんですけど、そもそも斉藤元彦知事は、その着物を着付けるときに、そのなんか市のなんか、こう市が持っている場所でボランティアさんに着付けしてもらったみたいな話をね、報道ではしてたんですけど、実際はちゃんとそのボランティアではなく、ちゃんとお金を払ってプロの方に着付けしてもらうところで着付けされたと、そうで、正直こうボランティアさんに関わったってことはないっていうことみたいなんですよね。で、それを別に斉藤知事側が言ってるわけじゃなくて、斉藤知事のことを着付けした業者側が言ってるみたいで、これに関しては、マスコミが作り出したデマなんじゃないかなと言われてるみたいです。はい。そんな感じですね。うん。まあ確かに、まあ、どれがとは言いませんけど、まあマスコミが言ってることが、まあ必ずしも 100% 正しいとは言い切れないので、まあデマもあるのかもしれないなと思いましたね。はい。そして3つ目。亡くなった、職員。のその背景、まあ、原因となるものについて、亡くなった今回ね、斉藤知事の事件で、関連事件で亡くなった、県民局長ね、元県民局長について、彼は、斉藤知事のせいで亡くなったのではなく、その彼自身が過去に、気に入らない部下に対して誹謗中傷の怪文書を配文書していたと。そうで、そういうこともあったり、その知事の不正をリークする際に、その公益通報をする前に、そもそも、その、県の内情をマスコミにリークなどをするとして、まあ、公益通報の外側のリークをしていたっていうのがあって、そこが、まあ、その、百条委員会に詰められて、まあ、3ヶ月の、処分になったと。で、そのことをやって、た後に、斉藤知事のことを公益通報したんだけど、そう。で、それに対して、その斉藤知事側から、今回公益通報したことに対して、あなたは過去にこんなことをしてますよねっていうところを詰められて自殺したっていうふうに、そういう意見もあります。で、これに関しては人が亡くなってる事件なので、まあ僕としては正解とも不正解とも言いませんが、世間ではこういう声もあったみたいです。そして4つ目、知事のこれまでの、業績ってなってます。功績っすね。はい。斉藤元彦知事はこれまでに、素晴らしいことをいっぱいしてる知事みたいですね。はい。斉藤知事はまず、自らの給与を、30% カット。そして自分の退職手当も、半分カットする。など、兵庫県の財政再建に努めており、さらに、なんかこう外郭団体、に対しても厳しく対応ってことで、まあ、この外郭団体っていうのが、まあ、要はその兵庫県職員がこう定年退職後に行く天下り先、これが外郭団体らしいんですよね。そう。で、その外郭団体に行くと、まあ、そこの県職員は70歳まで役員手当をもらえるらしいんですけど、その外郭団体とその兵庫県がズブズブで、まあ要は利権という形で、まあ結構なお金を外郭団体に渡してたと。で、そこに関して斉藤知事は、自分が知事になってからその天下りとかをなくして、メスを入れたみたいですね。うん。で、その結果、斉藤知事を批判する、まあ企業ってなってますけど、外郭団体にいる、まあその県職員の OB、と斉藤知事との対立が浮き彫りになっているみたいですね。うん、自分でも何言ってるかちょっとだんだんわからなくなってきましたね。はい。そして斉藤知事は他にも教育への取り組みをしてるってことで、これどこだったっけな、ちょっと待ってくださいね。あ、さっきの、この知事の功績の中で一つだけちょっと加えると、その外郭団体の天下り先ね、県職員の天下り先に、実は700円ぐらいの、まあ、利権で献金をね、
兵庫県からその天下り先に700円の献金をね、する予定だったらしいんですけど、そこに斉藤知事がメスを入れて、その700円の利権による献金をね、なくしたそうなんですよね。そこに対して外郭団体が、まあ、切れてるらしいです。で、その700円浮いた分を、斉藤知事は、兵庫県のね、教育に分配したみたいな話が出てて、まあ、具体的にその700億円をどうしたかっていうと、斉藤知事は、兵庫県立高校の、エアコンの整備ね、なんかエアコンがね、ついてない、なんか、教室があったみたいで、まあ、そこに3年間かけて全部エアコンをつけるとか、そう、これはまあ、熱中症対策って言われてますね。あと、県立大学の、授業料無償化を2024年から進めるなど、まあ、すごくね、その、兵庫県の未来を担う子供たちのために力を入れているみたいです。で、彼の政策は、まあ、利権にまみれた大人よりも未来の子供たちを、重視していると、まあ、擁護派は評価しているとのことですね。そして、天下り問題、斉藤知事は兵庫県の外郭団体への天下りを制限し、その影響で、兵庫県職員の OB からの反発を受けていると言われています。このため、斉藤知事の擁護派は斉藤知事が、兵庫県の腐敗した県政に改革をもたらそうとしていると主張しているということみたいです。はい、ということでね。で、他にもね、なんか斉藤知事がその何ですかね、兵庫県のあの選挙、そう、自分が知事になる知事選の時に173項目のなんかそのマニフェストみたいなね、公約みたいなのを打ち出したんですけど、実は約4年の任期のうち今3年目なんですけど、173個のうちの公約のうちの 98% に当たる171項目の公約を実現させてるってことで、まあ、かなりやり手の知事だとも称賛されてるみたいです。はい、そのわけで、まとめ、斉藤知事の立場について、SNS 上での議論は、まあ、基本的に、まあ、マスメディアが、まあ、斉藤知事が 100% 悪いっていう偏った、まあ、批判をしているので、まあ、そういう意見に、まあ、踊らされている国民が、まあ、89% 日本にはいると。そして、そういうのに踊らされつつも真実の目を見極めようとする、まあ、11% ぐらいの擁護派に分かれており、まあ、これはまあね、メディアがね、一部の視点しか伝えてないっていう不満が、まあ結構多く寄せられてるみたいで、まあでも実際人が2人亡くなってるっていうのもあって、まあそういう意味では、斉藤知事の責任もあるんじゃないかなっていう声もあるみたいですね。はい。ちゅうことで。はい。でも基本的になんか批判派っていうのは、まあその斉藤知事のパワハラ問題とかおねだりとかそういう問題をまあ強調して言ってるのに対し、まあ擁護派は知事のこれまでの改革姿勢や功績を評価し、彼がその兵庫県自体の不正を正そうとする中で反発を受けてるんじゃないかなと捉えているそうです。まあ今回調べたことはまあ全てね X 内のことなので、まあ事実であるかは不明ですが、斉藤知事に対して一定の支持が集まっていることは明らかですと。斉藤知事頑張れというトレンドが示すのはおそらくですけど、まあ、彼自身がすでに、兵庫県の知事として、まあ、頑張っているという認識が広がっているのではないかと僕は考えました。はい、まあ、そんな感じでこれ全部まとめたんですよね。要はまあなんだろう、パワハラに関してやってるかやってないかっていう証拠は今んとこ音声とかでも出てないみたいなんですよね。そう。で、まあパワハラに関しては、まあ擁護派は別に何か言ってるわけではないけど、まあその斉藤知事がその知事の仕事を、知事という職務っていう面で見たときに、ちゃんと仕事してるし有能だよっていう声が、まあ目立つって感じですね。はい。まあそれはその天下り問題にメスを入れるとかっていうのも含めて、はい、っていうことでした。はい。ちゅうわけでね、まあ、これを取り上げようと思った理由っていうのが今回、僕、TikTok の方でもちょっとニュース系をね、1、2分ぐらいにまとめさせていただいて、まあ、こう、時間がない中でも、こうね、
世間のことを知ってもらえたら嬉しいなっていう思いで、まあ、TikTok でね、あの投稿をさせてもらってるんですけど、まあ、その中でですね、多分まあ、1、2週間前ぐらいに、この斉藤知事が、頑張れ、斉藤知事頑張れって言われてなかった頃に、まあ、記事を取り上げてたんですけど、今日ね、そこのコメント欄を見たら、なんかその、斉藤知事、実は、悪くないんじゃないみたいなコメントがね、結構ブワーっと来だして、何事って思って調べたら、まあ、こういうことだったんですよね。うん。ということで、まあ最後に、まあ、これは僕の意見ではないんですけど、これ誰とは言わないですけど、そのなんか日本のマスコミが、こう、繰り返し報道してることに関しては、基本的に何か裏があると。で、例えば、それこそコロナワクチンとか、コロナワクチンはいいですよって、ひたすら、報道してるってことは、実は何かしらの問題があるとかね。まあ僕自身はコロナワクチン普通に打つ派なので、まあ別に何とも言えないんですけど、まあっていうことで、まあその、今回はちょっとマスコミが、片方の肩を持ちすぎてるんじゃないかなってことで、まあそこの面に関しても、世間では批判が相次いでるとのことです。はい、まあそんな感じで、報道って大変ですね。はい。そして、まあ斉藤元彦知事がやったパワハラが、まあ事実かどうかはわかんないですけど、まあ事実だとしたら、まあもちろんいけないことですけど、はい。まあ、斉藤元彦知事がそのね、あの日本の汚い大人よりかは、日本の未来を担う子供たちを優先していることに関しては評価されるべきかなと思います。はい、それだけです。それではこれの件に関する意見は私のコメント欄にでまでお願いします。真摯に受け止めさせていただきます。